夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる夢追い人の釣りの旅。今やすっかり人気のジャンルとなったソルトルアーゲーム、中でも磯からキャスティングで狙う青物やシーバスのスリリングなファイトは格別。しかしその一方でアングラーに過酷な試練を強いるハードな釣りでもあるのだ。釣り場が崖の下にあるならロープを伝って降りていく。雨に打たれながら磯に立ってキャスティングを続ける。あえて厳しさに立ち向かう男はそこに美学を求める。そんな釣りを愛してやまないのが愛媛県在住の橋本健二さんだ。小学校に上がるぐらい、上がる前ぐらいからやってましたかね、はい、もう実家の前とかもすぐ海だったんで、子供の遊びの一環としてみんながやってたからやり始めたって感じでやってましたかね。オショアも年に数回行ったりするんですけど、オショアはオショアで面白いんですけど、結構まあ沖が荒れたりして出れなかったりとか、行きたい時に行けれないっていうのもあるし、身近で行けるっていうのと、あとポイント探したり条件探したり苦労しながら釣るのが結構楽しいかなみたいな。ショアの釣りが大好きな橋本さん、現在は自らルアーをデザイン販売もする。もちろん釣りの技術は高く、その腕前を取り上げる雑誌も数多い。今回夢兆候が追ったのは真正面から荒磯と向き合う男の釣り。どこまでもストレートなソリトルワーフィッシングの醍醐味をとくとご覧あれ。橋本さんが生まれ育ち今も暮らしている愛媛県八幡浜市。傾斜地を利用したみかん栽培が盛んな地域で、広大な段々畑が町を囲んでいる。山の幸に劣らず海の恵みも多い。潮の流れが速く力強い魚を育む宇和海に面しているから、魚肉を使った加工食品業も発達した。中でも名物の練り物は風味食感ともに最高級との呼び声が高い。まさに豊穣の海といえる場所。春の季節に狙えるターゲットは何だろう。産卵後のヒラスズキの荒食いが始まってくるのと、あとは青物を、まあ、トップウォーターとかで昭和から結構数出たりしますよね。なんか大きいもので動いてるみたいで、結構割と簡単に釣れたりするんで、この時期からは結構楽しめると思いますね。3月下旬、ルアー作りの工房として使っている八幡浜港近くのガレージに橋本さんの姿があった。どうやらここは釣りの準備室も兼ねているらしく、翌日の兆候に備えフックのチェックに余念がない。アシストフックなんですけど、これはねバレにくいんですよね。これね、この返しがでかいんですよ。この返しがでかいから一回かかったらここ長いしバレにくいんですよね。で引っ張られた時にここ広いんで、身がこう寄っていってこう切れるっていうのが少ないんで、すごい肉をたくさんこうここで保持してくれるというか。割とねジグってね、このアシストフックとのセッティングでアクションすごい変わるんですよね。これ勝手な僕の思い込みなんですけど、食ってくる時って大体、まあ、ブリとかハマチ系なんですけど、こうメタルジグが横向いてる時に食ってくることが多いような気がするんですよ。でここに、まあ、こっちが頭だとすると、こっち側にこう
アシストフックがついてるんですよね。でこれを食ってくるんですけど、竿を煽った時に、まあ、ルアーこう 飛んでこう動くんですけど、その時一瞬横向くんですけど、だいたい後ろ側が重いやつが多いからこう沈んでいくんですよ。すぐここに一個なんか針をつけることによって、これがちょっと抵抗になって、この平行になってる時間がちょっと長くなったりするんですよ。食うタイミングが長く取れる感じですかね。翌早朝、アサマズメを狙ってまだ暗いうちから行動開始。仕事場が海に近いので朝夕の地合いに合わせていつでも釣りができる。なんとも羨ましい環境だ。行きますか。やってきたのは隣町伊方町の東部に位置する瀬戸内の海岸。現地で待ち合わせしていた友人2人と合流して釣り開始。メタルジグにアシストフックとテールフックをつけて、まずは海の様子を伺う。この時間帯、橋本さんは魚の着き場になりそうな駆け上がりや岩の周りを集中して探る。結構上におるよ、ケンちゃん。初めて間もなくのバイト、活性が高いのか。惜しくもフッキングには至らなかったが、今後の展開に期待が高まる。愛媛県の佐田岬半島でソルトルアーゲームを追う。ショアの名手橋本さんが釣りをするにあたって大事にしていることは、遠征よりも近くの釣り場に精通するという考え方だ。結構釣れる場所って70カ所以上あるんですよね、ポイントで。だから大体分かってるんですけど、そのどこの場所がどの時期にどういう感じでいいのかっていうのをもう全部探り当ててるわけじゃないんで、一通りのパターンは自分の中で出来上がってるんですけど、またいつもなんか違うことやってますね。一回パターン探り当てたら、また今度違うパターンを探してみたいな感じで、遠征1回行くよりなんか地元で10回20回行ってた方がいいかなみたいな感じもありますね。はい。瀬戸内海と宇和海を合わせ持つ豊かな釣り環境がその思いを強くさせているのだろう。この時期に手を焼くのが春に茂る海藻だ。豊かな海ならではのお客さんだが、魚より先に針がかりしてルアーの行く手を阻む。ここは物対策が最優先。絡みにくいようにフックをアシストのみにする戦法に出た。問題を解いて再スタート。しかし、いくらキャストしても思うように食らいついてこない。そのまま朝まずめが終了。期待は空回りに終わった。この時期ってやっぱりテールにフックつけた方がいいんですよ。けどちょっと海藻が多いから海藻拾いすぎるんで、テールフック外したら当たりはあったんですけど、フッキングに持ち込むことができませんでした。はい。
橋本さんは翌日も早朝から同じポイントで釣る。頭に浮かぶリベンジの文字。しかし雨が降り海もしけてコンディションは良くない。海藻が絡むのもやむなしとテールフックをつける。今日はちょっと頭とお尻と両方つけてやりたいと思います。橋本さん、この日もまた知り合いを伴っての釣りだ。そして今回は初めて昭和陣今年から始めようかと思いまして、初めて橋本さんに連れてきていただきました。海を愛する者とは共に楽しむのが信条。面倒見の良さも伺い知れる。2度ぐらい下がってるんですよ。沖の方には回ってるみたいなんですよね。ああ、今も鳥が突っ込んだ。ちょうど駆け上がりをちょっとピンスポットで狙ってるんで、だいたい降ってくるところって決まってるんで、そこをちょっと丹念に誘ってます。3段階ぐらいになってるのかな。20メーターぐらいのところで駆け上がりがあって、大きい80メーターから100メーターぐらいのところからまたちょっと深くなってるんで。荒れた海を攻略するには現状をしっかりと把握して釣りを組み立てなければならない。未だ反応はなし。フックのセッティングを変えてパターンを探る。雨が激しくなった。粘りたいところだが撤収を決断。頻発する海難事故への憂慮からの早めの判断だ。ここ最近この昭和ジギングとか流行りだし、ここ数年でね、やっぱり何件か事故があって、そんなに事故が多いエリアじゃなかったんですけど、最近ちょっと立て続けに何回か事故があったんで、まあ荒れた天気の時って確かにプラグで釣ると釣れるんですけど、ちょっとその荒れすぎてる時に釣り場に入って、ね、そういう事故とかあるのもなんかちょっと寂しいですし、もう一生のうちのね、たった1日ちょっと見切ってやめるっていう決断も大事だなと思いますね、はい。橋本さんがよく仲間と一緒に釣りに行くのは、磯からの釣りの危険性を熟知しているからでもある。まだ釣りたいという気持ちは皆一緒だが、引き際が肝心だ。気をつけろよ。その夜、釣果が出ない橋本さんが気分転換にやってきたのは、なんとキックボクシングジム。昔格闘技をかじっていたことがあり、今でもショアの釣りをする体力維持のために時々訪れているという。汗を流して心機一転、モチベーションのチャージが完了した。翌日は佐田岬半島の西部に場所を移す。潮の緩慢具合から見て
狙い目となる時間帯は夕方から日が落ちるまでというのが橋本さんの読みだ。上海側と瀬戸内海側で分かれてて、満ち込みの満ち込みと下げでポイントが変わってくるんですよ。で今日はもう下げなんで、ちょっと瀬戸内側の方に入ってやろうと思ってます。春はまあボツボツ釣れるかなっていう感じですね。まあやってみないと分かんないんですけどね、自然が相手なんで。おー、やってますやってます。ん、何を見つけたんだろうか。下から魚が小魚を食い上げてました。多分釣れるんじゃないかなって思います。待っていたのは騒がしい海。鳥山の下に何かが潜んでいる。釣行を3日目に選んだ釣り場は佐田岬。ポイントにやってきた橋本健二さんの目の前で海鳥が乱舞し、その下にナブラが立っている。この後期に選んだルアーはシンキングペンシル。ミドルレンジからストレートリトリーブで攻めていく作戦だ。青のが入ってきたみたい。あの5キロ取り入れでしょ、あれ青もんなんですよ。あれが寄ってくるの待ってます。彼方に見える光景に胸躍り、魚が岸寄りするまで待ちきれず、ルアーを変えてトライする。小さめのメタルジグで飛距離を稼いで狙ってみたいと思います。ジグに反応がないとみて、今度は表層に狙いを変えてみる。ルアーをトップウォーター系のダイビングペンシルにチェンジして、水面の近くを果敢に攻める。飛んだけど、あ、外れた。何ですか。ヒラセイゴ、ヒラスズキのちっちゃいの。バレてしまったが、これで感触はつかめた。おうおうおう、おうおう、おもろ。あ、やりだしたやりだした。あ、やりだしたやりだした。届くかな。進行方向に。今度こそフックオン。なんか来ましたわ。青もんですか。いや、青もんでしたね。はい、青もんでした。
っちゃいけど。来たのはブリの幼魚ヤズ。サイズはイマイチだが嬉しいファーストフィッシュ。やっぱり夕方になって寄ってきた。あ、まだもうちょっと釣れると思いますよ。多分ね、あっちの鳥の下にいると思うんですよ、群れで。もっと大きくなってこいよ。この調子が続くことを願い、リールを巻く手にも気合が入る。よっしゃ、来たよ。来ましたよ。はい、来ましたよ。いいですか？いいですか？お。はい。またもややず。だが。これで弾みがつきそうだ。日が沈んだ頃にでかいのが来るかもしれない。ここかな、今度は。また見つけちゃいました。派手にダイビングするんじゃなくって、攻略の鍵はトップにあった。軽くアクションを入れながら表層近くをゆっくりとリトリーブするのが今日の必勝パターンだ。あ、出た。くそ、どれや、うん、ちょっと大きかった。さあ来たぞ。大きさは、ここであげよう。いや、ちっちゃい。おお。残念ながらこれも小ぶりだった。その後も大物を狙ってひたすらキャストを続けた。しかし海が微笑むことはなかった。このままで終わりたくはない。最後の勝負は朝まずめ。橋本さんは初日に入ったポイントに望みを託すことにした。一瞬よもやと思わせた竿のしなりだが、かかっているのはこの場所に多い海藻。それと一緒にちょっと小型のが回遊してきている状態ですね。水の中の岩についてるつくでかいのになってるんですけど、ついてませんね。杭を残さぬようにあらん限りの手を打つ。それでも海は応えてくれなかった。相手は自然、敗北もある。ショアゲームは限られた条件の中でいかに釣り上げるかが勝負。その高みにたどり着くまで
挑戦をやめない。釣り人を突き動かしている原動力は何だろうか。橋本さんはこう答える。アプローチとか考えたら、まあ確かに効率は悪いと思います。もう険しい山歩いて。何がそれをやらせるか分かんないですね。だから楽しいんですよ、こういうことしてるのは。楽しい、それ以上の言葉は必要としない。